そう、前髪がすごく浮いています。あやこにゃんです、ありがとうございます。ごめんなさい、めっちゃすごく寝起きの感じですみません。今日もそうですね、早起きじゃないんですが、早起きは、すみません、今日もはい、大丈夫、大丈夫、はい、今からお仕事大変ですが、はい、頑張ってください。私も頑張ります。はい、眠りました。そう、今日はすごく眠りが深くて夢を見ませんでした。はい、声が低めですがでもそうなんです、今日もちょっと朝配信になってしまって、朝そう早めなんですが、昨日より顔が大きい感じですか。本当ですか、スピンですね。はい、はい、そうなんですよ、朝にこうやって配信させていただくのも、はい、今日までだと思うので、多分、はい、そうですね、また連絡させていただくんですけど、うん、初日の電車の中、そう、忙しい中もありがとうございます。ショットっぽい、お洋服ですかね、なんでだろう。昨日より起きたで、本当ですか。昨日より眠いですね、起きた感じは。はい、始まったが、頑張れ、迎えますように、優しい、ありがとうございます。はい、嬉しい、優しいですね。テラポジ見事な予想っぷりでした。見てくださってありがとうございます。そう、餌って言っていたので、でもなんか面白くて嬉しかった。焼き焼きの方もありがとうございます。大変な中、朝からよくやん声聞けて一日頑張れそう。本当ですか、皆さん早起き、今日もありがとう、早くからありがとうございます、嬉しいです。今朝はでも本当に今日のちょっと前に起きて、そうなんですよ、5時半に起きました。28分ぐらいですかね。おはようございます。今から嬉しい、いいなぁ、いいなですね。たまにあふみが出そうになっちゃいます。はい、早起きは三文徳、聞いたことあります。はい、まあ教えてくださった、目覚まし時計ですね。はい、5時20分に、もう近いですね、門前にアラームなしで、すごい、アラームなしですごいですね、超高速じゃ、そうです、カウントカーの時は着替えたりして、髪の毛くくって配信させていただいております。顔記憶に見えて、本当ですか、朝やっぱり遅く、うん、猫ちゃんが、最高ですね。最高ですね。眠たいですか、大丈夫、あくびしてもいいですか、こうたまに急に出てきたらごめんなさい。
夜更かししたら眠いですね。ねえ、夜更かししたらダメですよね。わかります。ラジオ体操第一。ダン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 やったことあるんですけど、あんまりちょっとわからない。なんか見てならできそうです。てん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 、あ、言ってくださってる。てん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 、あ、スタンプ押しました。あ、目が覚めてきますね。てん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 、何でしたっけ、何でしたっけ、なんかてん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 、これ難しいですよね、最後らへんなんで、なんかてん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 、なんか肩で壊して、あ、じゃらら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 らって回すのもありますね。はい、うん、パキセルタータ上がりません。あー、あー、無理しちゃダメですね。はい、寝汗にしてください。町内会ラジオ体操ありました。私も夏休みにスタンプ40個で、でもちょうどそれぐらいですかね。おはようございます。お仕事、あ、頑張ってくださーい。はい、皆さん私も応援してます。私も頑張ります。これ中学生体操っていうのはあったんですね。すごい、どんなんなんですかね。自分でも可愛い、優しい、ありがとうございます。でもこんな腕しか上げてないですが、なんかちょっと目が覚めてきた気がします。スタンプ、溜まってましたね。あれはもう結構でも大変だったなと思う。なんか冬にマラソンをなんか走らないといけなくて、なんかそう、外周じゃない、なんていうんですか、運動場一周で1スタンプみたいな、野球休み時間とかその期間は走らないといけなくて、足りませんでしたか。そうですね、受験生のメンバーとも公演でやるので、はい、嬉しいですね。何時に、昨日は、何時だったかな。朝ごはんまだです。自然で、ありがとうございます。あれ自体食べちゃう、目が覚める、本当ですか。ハインちゃんはついてきてなかったですね。朝ごはん持って帰るんだよ。あー、いいですね。あ、走るなりましたか。今日何時に起き、あ、何時に昨日は寝たかな。あ、でも結構11時半とかになっちゃった気がします。そうなんです、ちょっと遅くなっちゃいました。結構12時11
時半ちょっと過ぎてたかもですね。美味しいもの食べれました。はい、ありがたいです。なんか目が少しずつ覚めて気がします。おはようございます。そろそろ仕事ドロン。あー早いけど仕事に。あー皆さんそろそろ仕事の時間ですか。はよ、ありがとうございます。はい、今の朝から飲みたい中ありがとうございます。本当に嬉しいです。あ、お水いっぱい飲むといいんですね。わかりました。はい、すぐ眠たくなっちゃいます。目力がありましたか。あ、すごい。本当ですね。天ぷら何が好きですか。ごめんなさい、みーちゃん。あ、もうすいません。あくびしちゃいました。へえ、好きに最高ってありがとうございます。私コーヒー、確かにコーヒーはあんま飲まないんですね。あ、初期の方もありがとうございます。え、天ぷら好きな天ぷらは、なんだろうな、なんかいっぱい美味しいのありますもんね。なんだろう、パッと出てきませんね。どうしよう。たけのこの天ぷらもありました。なんかそう、コリコリしてて美味しかったです。あ、れんこんも美味しいんですよね。松茸、あ、かき揚げ、コーヒーは、あ、でもブラックも何回か飲んだことあるんですけど、飲みました。酸味があった気がします。あ、ナスとか、そう、祇園人も好きなので迷っちゃいますね。タケノコも美味しいですよね。コーヒー飲んでないです。松茸、おー、春の根の天ぷらもあるんですか。ブラック、あ、すいません、あくびが。お酒は飲んだことないです。ガッチョもそこ、目覚ましじゃんけん、じゃんけんぽい、急に急にしてしまいましたが、はい、ありがとうございます。中身が、すいません、脳を冷やすために栄養を行う現象。冷やしてるんですね。あ、でも美味しいですね。わかります。抜きました。私なんかと、そうですよね、絶対すいません、急すぎましたね。目覚ましじゃんけん、じゃんけんパー。あ、またちょっと、また、はい、あれですかね、急でしたかね。あ、天気予報ごめんなさい、わかんないです、出ないな。ちょっとまた朝のメール調べてちょっと書かせていただきますね。はい、ペンギンさんのぬいぐるみは持ってきてないです。はい、あ、6時ありがとうございます、教えてくださって。あ、683日ありがとうございます。すいませんが、
頑張ります、ありがとうございます。そして今日もあの朝の、あ、今日のお歌はちょっとすいません、お休みさせてください。多分明日からは、はい、通していただきます。本当にちょっとすいませんが、はい、なので今日もそうですね、今日はあの何の発動がいいですかね。何がいいですかね。フェイスワードも昨日させていただいたので、うん、あ、じゃんけんもいいですね、確かに。朝目覚ましじゃんけん、発動の後にじゃあ3回挑戦でいきたいと思います。3回挑戦、こう一気にいくので、ちょっと3回連続でいくので、皆さんあの、はい、次はあの後出しをちゃんと、あ、タイミングが あったらなと思います。はい、ではあの発動させていただきます。飛び切りの笑顔で、そうですね、すごい。ゆうちゃん、今日の発動はそうですね、じゃああれでいきたいと思います。いきまーす、散歩したい。ゆくにゃん、ゆくにゃん、ゆくにゃん、ビーム、わーピンクからの左目も挑戦。あ、やばい、ピンク、あ、すごい顔に、すごい顔になってましたよね、多分。すいません。そしてじゃんけん、皆さんいきますよ、目覚ましじゃんけん、じゃんけんグー、あいこでしょ、あいこかわかりませんか。あいこでしょ、あいこじゃないか。え、どうでしたか、皆さん勝てましたか。1回目も勝てましたか。どうだろう、全勝できました、負けた。あ、あいこの方、バイオエンジェル、あいこ、お、3回ともあいこ、すごい。あー、グーチョキパーでしたね、確かに。はい、ということで1718の方もありがとうございます。ちょっと、はい、すいませんが今日も歌がなくて、ここまでに出てください。明日は、はい、多分あのまた連絡させていただきます。普通に夜に配信させていただくと思うので、はい、あの決まったらお伝えさせていただきます。では皆さん今日も一緒に頑張りましょう。はい、私も笑顔で楽しんで頑張りたいと思います。あの健康にも、本当に健康第一なので、怪我とか感染とか事故とかいろいろ気をつけてください。皆さん今日も素敵な一日になりますように。楽しみましょう、頑張ります。1822の方もありがとうございました。では頑張っていきます。チョコ、皆さんもファイトです。ありがとうございました。